まあ、本当に金丸のいいライバル。さあ今度は払い出し、はい、これも7歳、もうだいぶねベテランの域に入ってきたと思うんですが、そしてもう一方、ただね、高松選手はね、まあ、一本背負いが得意ということで、はい、まあ、それぞれの持ち味を出しているなと、はい、あ、なるほど、いや、こうやってこれ先に星を取られた日本は次鋒高松正弘です。ユニバーシアードの銀メダリスト高松、筑波大学の4年生、相手はボーノム。まずは釣り手を取りました高松、そして背負っていく一本背負い、素晴らしいですね。高松はなんと3、さあこのシーンです、一本背負い見事に決めて高松正弘1対1、同点に追いつきます。次は内股で一本投げしてるんですよ。あ、これは2回戦のその映像ですが、見事な一本勝ち決めてますね。ダウリあのまま股に手を入れて持っていくんですよね、はい、肩車、さあ肩車どうか、肩車はポイントありません、反してきます、ズビアダウリです。ここから肩車、うまいですね、肩にかけてくるっと回転させます、引いて道着を掴んでいます、両手、しかし頭を押さえられている、うと小外効果、あうまい、そしてそのまま押さえ込みます、ズッケージ技ですね、足をポーンと伸ばしていきました、小外で倒してその後押さえ込み、鈴木啓司、左組のこの鈴木啓司、足を出しました、はい、まずは小外で転ばしていきました、された世界の扉をこじ開けた鈴木啓司、栄光の頂点まではあと2人、これはしのいだ、今度も小外、有効ポイントが入ります、ここがグラグラと揺らいできました、あとはしっかりと対処していきました、そうですね、落ち着いて見えてます、はい、取った小外でまたも有効、2つ効果、2つ、ここも小外、うん、逆転のチャンスがあると思います、ヒヤッとしたポイントは有効のみ形成されています、残り3分15秒、小外狩りですね、ここは高校時代から世界に注目されています、小外狩りですで締めくくった、さあそのシーンを見てみましょう、決して派手な技ではありません、コツ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 打倒井上康生ということで鍛え上げてきました、はい、岡田さん、この小外刈り、はい、最後はガッツポーズ、下がり際ですね、下がり際見てください、うまく細かい技です、本当にそうです、ね、ちょっと引っ掛けただけなんですけども、はい、実はあの引き手をですね切ろうとした瞬間にうまく入ったんですね、世界を掴んだこの足、山本陽介コーチも見つめています、さあここは内股か、あるいは足をかけて技あり、技あり、どうでしょうか、このシーンです、うん、コーチですかね、これ来るんでしょうか、野村、これに勝てば敗者復活の最終戦レペチャージファイナルに進みます、足を払いました、これは有効です、コーチ狩りですね、来ています野村です、潜在一遇のチャンスを狙っていました、ね、相手の動きが鈍ってきたところ、もう足技足技で攻めて相手がもう疲れてました、そこにちょうど左の足が出たところですね、うまく巻きつけるようにしながら、まあ、あの小内巻き込みのような感じですね、最後はね、それを巻き込んでますね、はい、あの世界の選手たち強豪たちが言っていますが、この鈴木の足技は分かっていてもかかってしまうんだと、そうですね、いう話ですね、はい、シドニーオリンピックの銀メダリストです、さあその野良と、あーたすまない、あー一本一本、矢垣さあこのシーンです、ね、足払い、はい、足払いでもいったんですが、最後しっかりか体を合わせて、本当に最後まで決めに行きましたね、そうですね、はい、代表の中でも誰よりも練習、あーさあ出た一本ではないか、主審はいや、うまくやっぱり入って、この最後の決めですよ ですね、はい、絶妙なタイミングといいますか、ここもインブリアニの左の袖を取りましての
袖釣り込み腰、技ありを取りました。2回戦3回戦からは1点、準々決勝は前回払い腰に持っていこうという体の回転。金丸、金丸選手もちょっと大技を狙ってきて足技が崩れましたね。一本勝ち、韓国イーウォンヒ一瞬の隙を見逃しませんでした。さあこの一本のシーンをもう一度ご覧いただいておりますが、これちょっと距離が空いた、不用意に手を残しましたね。ちょっと棒立ちになってしまいましたね、その腕を手繰り寄せられました金丸雄介。ここで姿を消します。敗者復活トーナメントに進みます金丸雄介です。はい、秋山慎吾出ていきます。フラデリに攻めさせません。そうですね、はい、肩やりからの体落とし、最後は上がりですね。さあそのシーン見てみましょう、はい、肩やりからの体落とし、これは体落としになるんですね、はい、袖とそして同じ側の襟を掴んで、はい、そのまま落としていきました。主審の手が綺麗に高々と上がりました、はい、金メダル、2大会連続のメダル、金メダルを獲得した後3年ぶりです。投げてきた、どうか、一本、一本鮮やか。さあ見ましょう、一本背負いですか、いや背負い投げですね。背負い投げ、体落とし、微妙なところではありますが、体落としですね、体落としですか、はい、鮮やかにけど、野村の技もすごく消えますから、こう何回も何回も打つんじゃなくて割とピッとこう、そうですね、決めてきますよね。まあ、大体普通の人が技を、ね、10回かけるところ、野村は3回かければもう投げれますからね。おそれかなり確実性も高いということですよね。それほど技が切れると期待しているという石はありますか。やはりあさあ持った持った持った有効。やはりあの組めばもうほとんどもう自分の技が思うように出せるというのが安藤。さあ安藤が取りました、いらしていく、煽っていく、安藤が組みました。先ほどは組んだ瞬間に大内刈り、また大内刈り、技あり、技ありです。これサンミゲルも小川さん警戒はしてるんですよね。警戒しすぎてですね、大外刈り、まあ、それから体落としを非常に得意としています、はい、今の大内刈りですね、ここから大内、一本、時間がなくなってくる中で金丸冷静に行きたいところ、来た、大内刈り有効、金丸逆転、うまかったですね大内刈り。金丸雄介優勢勝ち、3回戦進出です。ここはトルコのウズナドゼだけです。これで差がつきました。秋山も調整、技あり、技ありです。まずは技ありを取りました。これ大内でこの大きな大きな、まあ、あの有効効果とはポイントの価値が違いますからね。世界選手権いいですよ、今の組み手いいですよ、いけますよ。さあ掴んでいる、ここで動かしてよ、取った金メダル、今回はディフェンディングチャンピオンとして本当に恥ずかしくない全て攻める柔道、最後はこの大内刈り、両方はヒヤヒヤしますよね。あの隣で古賀さんがコーチの立場で大内刈り、見事な一本勝ちの内もそうですけども、内股も得意なんですね、はい、ですからバッキンガム選手はですね、内股を警戒したために、はいはい、後ろにどうしても重心下がってますから、 そうですね、そこにうまく合わせて大内刈り行きましたね。なるほど、茂木典子、早く釣り手が取りたい井上康生、今掴みました、そしていきなりの内股、一本、技ありですね、釣り手、ここは技ありです。はい、釣り手を取った瞬間でしたね。ジュニアコーチの三谷さんに解説していただいてますが、もう一本勝ちということになります。準々決勝進出です。惜しいですね、得意の足技、はい、大内小内大外丸内股、一本勝ち、鈴木啓司の初戦は内股一本、井上。さあそのシーンを見てみましょう。なかなか組めなかった、組んだ瞬間、組んだ瞬間です、鈴木啓司の内股、大男を見事宙に回せました。
鈴木圭司、そして一つ惜しいですね。ただ鈴木選手はどちらかというとこう緊張に弱くてこうドキドキすると胃が痛くなっちゃうタイプだというふうに本人も言ってたんでね、これ大変だろうなと思ったんですが、しかしそれを本当にこの内股が見事に打ち破ってくれましたね。いやしかしこの大きい選手勝ち上がることができるか、足をかける内股一本、重圧の中でまたしても、はいはい、手の内はちょっと分かってやりにくかったと思いますね。さあその一本のシーンですが、足をかけてここから体をクッククッと入れていくんです。そうですね、やっぱり軸足がぶれないんで、やはり持っていく力が強いんですね。ここから内股、この左足の回転です、畳の上を自分の最高の状態に回転していきました。これがなかなかねバランス難しくてできないそうですが、はい、ギルをまた宙に進むためこの準々決勝、このイーウォンヒを投げなければいけません。トモエ投げは腹ばい耐えています。イーウォンヒトモエ投げ、このトモエと三谷さん、早速まずは内股につなげてきました。そうです、そして背負い投げ一本勝ち、井上康避けきれませんでした。その後直後でした。出てくるところうまく担いでますね。井上康生選手らしいですね。例えばすぐに内股をかけた後、その後すぐ組み際に背負い投げをかけれる、内股だけじゃないぞと。井上選手といえばこの内股がすごいんだというような言われ方をしてますけれども、はい、まあ、実際のところはね、はい、どうなんでしょう。いやもう技は多彩ですよ、何よりも、この背負い投げでもしっかり相手を引き出して、うまく入ってますし、もう明らかに見るからにこの2人近いってことをやっぱり一番に思ってますね。自分が攻めるというよりは、まず持たせない、攻撃をさせないということを、そうですね、先に思っている。さあ背負い投げ背負い投げ一本、敗者復活2回戦。さあ見ましょう、内股から背負い投げに変えてきました、本戦で負けるとなかなか気持ちのつながりがつかないと、整理がつかないという敗者復活の試合ですが、まだまだ野村の戦いは続いていきます。十分な対戦になれば野村をもう組み手を崩すことのできる相手はいません。小内なり背負ってきたどうか、一本です、一本綺麗に鮮やか背負い投げ、敗者復活に入っての間に終わりますよね。本当にあっという間に野村は技を決めます。鮮やかですね、本当に教科書に載ってもいいような、そんな背負い投げです。帰ってきた。さあ持田さん、いよいよ3回戦でギマラエスとの対戦になります。はい、ベテラン同士の対決になりました。さあまたここから腕十に入っていきます。しっかりと入っていくが、ここはほどけます。内股をかけてきますが、よく見ています。さあまた飛び十字、はい、ました。あー待てです。技が出てくるかどうか、井上康生今日は内股、この辺りのかというね、先行でも揉めました、それ全てを吹っ切るために井上康生は全て一本勝ちで金メダルという目標を自らに課していました。思い切って腰を払っていきました。この体勢いかがですか。そうですね、いい組み手の中からですね、ワンチャンスを逃さずに綺麗な腹越しで、ここから早く足技を打ちたいですね。はい、大外に行く。秋山も得意の止め狩り、一本勝ち、秋山義弘2回。ここから、はい、払い腰行きましたけども、勝った4つは全部一本勝ちです。野村鮮やかに背負いを決めてきました。内股対応、さあ日本の野村です。素晴らしい裏投げでした。見事ですね、完全に
背中から畳に叩きつけたという感じです。本当にグッセンベルクの戦い方を考えて裏に回った。そうですね。そして投げた頭脳的な一本ですよね、はい、相手も徹底してもあの野村と正対しないように、はい、左変形で来てましたので、それをまああの逆手に取ってといいますか、自分がさらに後ろに回り込んでですね、うまく抱え上げて、この決めも完璧ですね、はいはい、見事な一本でした。いやさあこの悔しさ、銅メダルの悔しさはアテネで晴らしてほしい野村忠宏、しかし素晴らしい銅メダルでした。さあそしてキューバの先鋒はアレンシビアです。さあ足を取っていきます。なかなか積極的に攻めていく尾身川、ここから返します、はい、いいですね、さあ寝技に入る。さあここで体を返していく、幸先のいいスタート、出足好調です。尾身川、さあ穂高さん、これどうですか。そうですね、もう少しですか、はい、はい、今あの帰りましたけどね、アレンシビアもいいんですが、はい、尾身川も完璧な内容だったですね。ここで本当に1回返しまして、この時にも肩が入っていますね、はい、